さんこんにちは、レッドです。 3M のスピードグラス当たりました、イエーイ。今回はアンサーバックの取り付け方だよ。え、前回もアンサーバック取り付けたからもういいんじゃないの？確かにそうですが、今回アンサーバックを取り付けるのはこちらアコードです。しかもね、前回と取り付けるものがちゃうんです。ちゃうちゃう、それがこちら CEP のソニックボイス2。車が喋る、キュンキュン。実はこちらのアンサーバック、 SD カードに音源を入れて、この中でね、好きな音を鳴らすことができるんです。前取り付けたアンサーバックはアンロックとロックの時だけしか音が鳴らなかったんですけど、こちらのソニックボイス2はロックとアンロック、ドアの開け閉め、エンジン始動、バックギアに入れた時、イルミネーションの点灯した時、音を鳴らさないこともできますし、その指定した場所だけをね、音を鳴らすということもできます。じゃあ気になる中身を見ていきましょう。取扱説明書、ユニット本体、スピーカー本体、そしてハーネスですね。そしてマイクロ SD カードが別売りなので、自分でね、用意してください。というわけで取り付け作業、レッツスタート。さあ始まりました、レッド先生の DIY シリーズ。今回はソニックボイス2です。これをね、シルビアにつけようかつけまいか考えてた時期があるんですよ。まず候補としては1箇所目、この部分なかなかね、スペース的には良さそうです。だけどね、配線を引っ張るのがね、ちょっと長すぎますね。なので一番良さそうなのはね、ここですね。ここにこんな感じにつければ良さそうです。そしてね、このスピーカーは皿型になっていますのでね、上を向いてしまうと水が溜まってしまうので、真横か若干ね、下を向けるぐらいがちょうどいいかもしれません。取り付け位置が決まったら、マジックを使って印をつけてあげます。次にね、このスピーカーの配線を車内まで引っ張らないといけないんですけど、こいつ短すぎるので1メーターぐらいね、延長してあげます。あとはある程度伸ばしてカット。そしたら次に、ここから車内に配線を引っ張ってあげます。こんな感じに配線を中にぐーっと入れていくと、助手席のところから配線がね、このように出てきます。あとはスピーカーを固定してあげます。で、この配線が余ってる分はね、中から引っ張ってたわみがないようにきれいに設置してあげましょう。これでエンジンルームはすっきりして完成です。そして助手席に出たこの配線を運転席側に回すので、反対側から針金を出しております。はい、配線確保 OK。次にこちら、これをどこに取り付けるか。ここに多分こうパカパカ開くやつがあったんでしょうけど、ついてなかったので、ここにね、こんな感じに設置したいと思います。取り付ける前にですね、ハーネスを裏から出しておきます。で、ユニットに接続 OK。 タイラップ2本を先に通しておいて、もうこれで全然動きません。いいんじゃない。そしてね、配線は全部で10個1本あるんですけど、一度にね、全部考えてしまうとごちゃごちゃになってしまいますので、分かるところから取り付けていきましょう。まずは10本あるうちの茶色い配線があります。こちらは先ほど車内に引っ張ってきたスピーカーに取り付けてください。で、かなりね、配線が長く余っていますので、長い部分はカットしてできるだけ短くしていきましょう。こんな感じで擬星のオスメスを作って、茶色い配線を先ほど引っ張ったスピーカーに取り付けてあげます。スピーカーは完成です。次に簡単な黒、クワガタ端子をつけたら、ボディのどこかに取り付けてあげましょう。 OK。 次にね、電源ユニットの確保をしていきます。赤が常時電源、常に電源が来ているところ。オレンジが ACC、 キーをオンにした時に電気が来るところ。まずはね、ブレーキやアクセル周りの横にね、フューズボックスがあります。そしてそれぞれに番号が割り振られているんですけど、33番、ここ何も刺さっていません。そこで何もヒューズを使っていない穴に、こちらテスターを使って電源が来ている場所を探していきます。赤と黒の配線が出ているんですけど、黒がアース、クリップにね、こう挟みます。これどこでもいいのでね、金属部分に接触させてあげます。これでアースの確保 OK です。
あとはテスターのプラスをこのヒューズの穴にね刺してあげます。プスリ、電源が来てません。プスリ、 11.6V 電源が来ています。なので今ねヒューズの穴の下から電源が来ていますので、こちらエーモンのヒューズ電源です。ヒューズから配線が出ています。配線が出ている側をこちらの電源がね来ているところに差し込みます。これでここからね常時電源を引き出すことができます。ここに電源ユニットを差し込む。電源確保 OK です。次にオレンジ ACC、 キーをオンにした時に電源が来る場所ですね。私の下調べによるとね、ここがアクセサリー ACC になります。なのでヒューズのところにね金属がむき出しの部分がありますので、テスターを当てます。今は反応していません。キーをオン、はい、電源が来ました。なのでアクセサリーはここから取っていきたいと思います。外したのはね 7.5mAh なので、外した 7.5mm のヒューズ電源を用意してはめていきます。この時もテスターを使って電源が来ている場所をね上か下かを調べます。上ですね。上なので配線がついている側を上向きに刺します。これでねアクセサリー類のヒューズが切れてしまってもソニックボイス2はね動くんですね。あとはオレンジの配線を接続 OK。 次に青と紫の配線です。青がロックの配線、紫がアンロックの配線なので、ロックとアンロックの配線を探していきます。ロックとアンロックの配線を探していくんですけど、今ドアを開けた状態だとねこのキーのロックボタンを押しても反応しません。なのでドアの横についているここ、押してるときはドアが閉まってるという風に認識して、離してるとドアが開いてるという風に認識してしまいます。そこでね適当に何か物を挟んであげることによって、ちょっとでも押さえてればねドアが閉まったっていう風に認識しますので、ドアを開けた状態でも作業ができるようになります。そしたらね下に潜り込んでいくと、この赤いやつがわかるかな。この配線を割り込ませるね、これの左右に黄色に黒ライン、黄色い配線があります。 10V、 今ロックした状態なのでアンロック 1V、 電源が高い方ですね。黄色に黒ラインがロック、そしてその隣 8V、 0.6、 9V、 1V、 ロック、アンロックです。ここに関してはね配線が短すぎるので、エレクトロタップでやっていきたいと思います。エレクトロタップ、本当はねこれ使わない方がいいんですね。紫アンロック、こいつだね。続いて青のロック配線です。黒に黄色ライン、こいつだね。これでロックとアンロックの配線に割り込ますことができました。ではこれで本当に音が鳴るかチェックしてみます。おお。ではねここからアンサーバック2の独自のシステムを導入していきましょう。この灰色がですねドアを開け閉めした時に連動するようになります。このドアのスイッチ、これで通電通電しないっていうのが決まります。中に緑の配線が1本しか入ってないんですね。この配線に先ほどのね灰色をひっつけてあげればいいんです。だけどねここからこっちまでね配線を引っ張るのめんどくさいじゃないですか。このエリアからね太い配線が全部集合して、ここにねまとまった配線がありますので、後ろのバックライトにつながる配線もありますし、先ほどのドアの配線も入っています。なのでねここから配線を割り込ませてあげます。この配線の中からね探っていきましょう。ドアを開け閉め、緑色の配線、こいつが怪しいね。テスターをプスリ、ドアのボタンをプッシュ、通電、離す、来ない、通電。ということでこの緑の配線もらっちゃいましょう。ブッシュ、今切ったやつをオスメスのギボシを作ったので、灰色をこのように割り込ますことができるような配線に作り替えます。灰色 OK。 ドアを閉めたら、ドアを開けたら、おお。次はバックギアに入れた時に電源が来る場所、これがバックギアのランプですね。裏を見ると黒と緑、黒がアースなのでこの緑をたどっていきましょう。今バックギアに入れてる状態でテスターを、こいつはい来てますね。 10V、 バックの配線は緑ラインにシルバーがちょんちょんってついたやつですね。黄色のリバース配線、緑のリバース配線に黄色を挟んで完成です。バックギア、
そして最後にこの緑、これがライトの配線ですね。スモールランプをつけた時で、今いろいろ調べた結果、この赤い配線に黒ラインが入っているやつ、これがスモールランプの配線になります。これで全ての配線がつながりました。ライトオン、全部なったね。じゃあ最後にこのごちゃごちゃした配線をね、綺麗に収納していきます。で、配線がね、絶対運転の支障にならないように、そこだけね、気をつけてまとめてください。こんな感じにスッキリさせました。てかね、ここのカバーがないからね、スッキリさせても丸見えなんですね。これカバーどっかに転がってないかな。これで全ての配線がつながったので、ノーマルの状態を調べていきましょう。まずはドアを開けた時、おお、ピヨンっていったね。そしてそのまま乗り込んでドアを閉める、ピヨンっていうね。そしてバックギアに入れます。ライトをオンにします。何もいじってない状態だとエンジンをオンにした時とオフにした時の音が鳴りませんので、パソコンで音をいじっていきたいと思います。そして使える音声ファイルは8ビットのモノラル 16kHz で WAV ファイルです。そしてホームページに行って専用ソフトをダウンロードしてください。専用ソフトをインストールできて起動したら、左に丸と×があります。まず丸で使用できるファイルを選択、そしたらロック、アンロックなどの場所がありますので、指定したいところに音を選択していきます。次にファイルによっては音量がちっちゃかったり大きかったりするので、音量調整でボリュームを調整してあげます。音量やファイルが決まったら一括書き込みをして、ファイルを SD カードに書き込んであげます。これで完成です。では SD カードに音源を入れましたので、実際ねセットしていきたいと思います。スロットイン、ここがボリューム調整のダイヤルです。隣が音量テスト、 SD カードを差し込んだだけではまだね、録音された音声は流れません。最初にこのテストボタンを長押しします。 SD カードのモードになったら短く押します。ここで決定です。長押し。これで OK です。そしてここにね、1、2、3とね、スイッチがあるんですけど、これは自分の車に取り付ける設定によって合わせてください。これで全ての設定が終わりましたので、実際試してみましょう。まずはドアのアンロック。ロック。アンロックとロックの音を一緒にしてるんですけど、ドアを開けたとき。ドアを閉めたとき。そしてライトをつけたとき、バックギアに入れたとき、そしてエンジンをかけるときの音、これうるさくてわからないかも。そしてエンジンを切ったとき、てな感じですね。いかがだったでしょうか、ソニックボイス2はですね、1に比べてユニットがかなりねちっちゃくなったみたいです。そしてね、今回は音声は仮でつけてるんですけど、これから先ね、まあ自分好みにねカスタマイズしていきたいと思います。で、良かった点と悪かった点、バリエーションはね確かにね多いんですけど、若干ねラグがあるかな、 0.5 秒ぐらい。シルビアに取り付けたアンサーバックはロックとアンロックのタイミングで音が鳴ってくれます。それに対してソニックボイスはね、押して 0.5 秒ぐらい経ってから音が鳴る感じ。もうちょっとラグなんだよね。個人的にはね、そういうラグがなくなれば完璧だと思います。で、基本ね、音声はパソコンがないとダメなんですけど、メーカーがね、1400曲ぐらい音が入ってる SD カードをね、2000円ぐらいで別売りしていますので、パソコンがない方はね、そちらの SD カードの方で設定してもいいかもしれません。だけど欲しい音がないかもしれませんね。なのでね、このソニックボイス2は組み合わせ次第ではかなりね、面白い商品だと思います。ただね、このラグさえなければ完璧なんですけどね。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。
毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。動画にねまだね載ってないような内容などはね Twitter などにね先行公開などしていますので気になる方がいましたらぜひチェックをお願いいたします。 Instagram もやってますので下記の概要欄チェックお願いします。バイバイ。雪が降りそうです。